皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はですね、また私がギターをつらつらと弾きながらベラベラとおしゃべりをさせていただくという、機材紹介動画という名前の、雑談動画でございます。もう自分で自ら言ってしまうスタイル、雑談動画でございます。今日紹介させていただきますのは、いや、今日紹介するふりをさせていただきますのはこちら、ババン！私のとてつもなくお気に入りのギター、ビル・ローレンスというメーカーブランドの BL-1 というギターでございます。ビル・ローレンス BL-1、ワオ、ドドーンみたいな。ちょっと先にお断りをさせていただきますと、この動画見るとですね、BL-1むちゃくちゃ欲しくなってしまうと思うんですよ。なんでそこだけちょっとね、ご注意いただけたら嬉しいところでございます。はい。まあ私、この BL-1 購入したのがもう20年以上前でございまして、ずっと使ってるんですよね。で、今、皆様がご覧いただいているこの僕の YouTube チャンネルも、始めたのが2009年とかなんですけども、2009年、もう15年前だ !15 年前だ高校生になっちゃう、もう15年前とかなんですけども、まあその頃からずっとね、このギター使ってるから皆様にとってもお馴染みかと思いますし、まあ僕自身もね、機材紹介動画みたいな感じで何回か紹介させていただいているので、いろいろとご存知だとは思うんですが、まあ今回改めて高画質で配信をして、まあいろいろこの細かいところを見ていただきながら、まあ僕自身もね、結構思い入れとか思い出とかもたくさんあったりとかするので、まあそんなこともね、ベラベラと喋っていこうかなと思っております。で、本当に平たく言ってね、むちゃくちゃいいギターなんですよ。すっごいギターとしてね、とてつもなく秀逸というか、すっごいいいギターなんです。で、この動画の中でね、いろいろと音を聞いていただこうと思うんですが、本当ね、ぜひこのビル・ローレンスの BL-1 のギターの良さをですね、皆さんに知っていただきたいなと思って、思っている次第でございます。ただ本当ね、もう一回言いますけどもね、この動画見るとマジで BL-1 欲しくなると思うので、そこだけご注意いただけたら嬉しいところでございます。よろしくお願いします。はい。試奏環境は BL-1 から Vivi のケーブルでスパーク40に行きまして、スパーク40の前にブルーのハミングバードっていうマイクと、ゼンハイザーの MK4 っていうコンデンサーマイクを立ててゴニャゴニャってしてる感じでやっております。よろしくお願いします。では、いつも通りまずリアにしてクリーントーンから鳴らしていってみましょうか。リア、ハーフトーン、フロントで順番に鳴らしています。こんな音がします、BL-1。鳴らしてみましょう。わーお、ボリューム上がってなかった。ハーフトーン。フロント。こんな感じの音でございます。いかがでしょうか。個人的な感想なんですけども、なんかこのピッキングの立ち上がりの良さと、なんかこの音の太さというか、そのメロ感というか甘さといいますか、なんかそういったもののこのバランスがね、すごいなんかちょうど良くてね、弾いててむちゃくちゃ気持ちいいんですよね。で、なんかこう聞いててもなんだろうな、キャッチーな感じしません？なんかギターの音としてパッと聞いた感じに、ああかっこいいみたいな、ああギターの音だみたいな感じの、なんかすごいこの分かりやすくかっこいいっていう感じがしませんかね。特に僕はこのね、ハーフトーンのこのね、ピッキングのこのニュアンス、このなんだろうな、なんかうまく言えないんですけど、このなん
か僕の言葉で言うとなんかねジョンガラ感っていう感じなんですけども、伝わりますでしょうか、ジョンガラ感なんか昔のヤマハのアコギ、なんか赤ラベルとかね、なんかダイナミックギターとかに出てくるようななんかジョンガラ感、なんかそういうジョンガラした感じ、なんかわかりませんかね、このジョンガラ感まあジョンガラ感ってなんだって話なんですけども、でもこのニュアンスが僕ねすごい好きなんですよね。で今コードワークでアルペジオっぽく弾いていましたけどね、これカッティングしてもねすごくいい感じなんですよ。ちょっとリアにしても、ハーフトーンにしてもフロントにしてもちょっと弾いてみますね。聴き比べてみてくださいませ。やってみましょう。こんな感じの音です。ハーフトーン。こんな感じの音、フロント。こんな感じの音です。なんか分かりやすくなんかかっこいいって感じがしませんかね。で僕はこのねカッティングのこのピッキングのねこのニュアンスとかがすごい僕の中で大ヒットでございまして、もうどのピックアップをセレクトしてもねなんかそれぞれのこの個性がねすごい僕のこの感性にフィットしてすごい気持ちいいんですよね。まあ今コードカッティングっぽく弾きましたけども、そうはなターンオンカッティングっぽく弾いてみてもまあねその BL1 ならではの音でねすごいこのかっこいい感じがするんですよ。ちょっと行ってみましょうか。ほら、フロント。いい感じじゃないですか。でこの個人的にすごく好きなのはねこのフロントとかハーフトーンの時はねこの、ね、ハイポジションのきらびやかさなんですよね。このピッキングのニュアンスとこのなんだろうなこのメローな感じ、この音の太さがすごいこのめちゃくちゃマッチしてるような気がして、ハーフトーンで弾いてみると、
めちゃめちゃ美しくない？フロント。こんな感じの音なわけでございます。なんかどの音もいいよね。なんか分かりやすくかっこいい感じしませんかね。しつこいちょっとそんな感じでクリーントーンを楽しみましたけどね、クランチにしてみましょうか。少し歪ませた音もね、これまたすごくいいんだ。リアからいってみましょう。あ、もういい。このカッティングのピックアップ L500 って言うんですけどね、この L500 のこのピーキーな感じ、ドンシャリな感じをね、このクランチがね、まあこれはまあもう合わないわけがないというか、もう相性悪いわけがないみたいな、そんな感じですよね。でこれハーフトーンとかにしてみてもね、すごいめちゃめちゃいいですよ。またこれがフロントでこのジャカジャカした時の音もね、すごいいいんですよね。これね、このブラッシングのこの音もなんかすごいこう気持ちいいというか心地よいというか、なんかこうThank you.
な感じでパワーコード弾いてもすごくいいし、なんかこう単音で。素晴らしい。何を弾いててもすごくかっこいい気がする。こんな感じの音でございます。クランチにするとまあこんな塩梅なんですけども、もっとハイゲインしてみましょうか。これはこれでまたね、この L500 の真骨頂ってわけじゃないけどね、もうかっこよい、かっこよくないわけがない。おお、もうすごい。ほら、素晴らしい。もうこういうのがもうすごくこのお似合いになっちゃいますよね。本当このね、これできてしまうわけでございますよ。もう普通にこんなんもう絶対かっこいいじゃないですか。
こんな感じの音でございます。すごい。なんかテンション上がる音、落としませんか？で今ね、ちょっとリアとフロントばっかで弾いてしまいましたけどね、このね、センターにしてみても、このセンターというか、ハーフトンかにしてみても、これまたいいんですよ。こんな感じの音もするわけでございます。いかがでしょうか。もっとこのドンシャリな感じにしてみましょうか。このレクチファイア的な感じで音を取れたら、わあ、なんだっけ、じゃあこれ鬼軍曹だ、違う、じゃあ僕が弾きたかったのはバッテリーなんだけど、こんな感じのサウンドなわけでございます。普通にめっちゃ良くない？こんな感じのギターでございます。まあドンシャリとかね、ちょっとこうめちゃめちゃ強く歪ませた時にはね、めちゃめちゃもちろん良くなるんですけどね、クリントンとかもね、すごいこの良さが分かっていただけますでしょうか。このカッティングした時の、ね、良さとか、ね、このメローにアルペジオした時の、素晴らしい。まあそんな感じのビル・ロレンスの BL-1 というギターの音をですね、まあもりもりとお届けさせていきましたけども、いかがだったでしょうか。普通に欲しくなりません？いいなーっつって、いいなー、その音でちょっと弾いてみたいなっていうふうになりませんでしょうか。まあ今はね、中古で探せば本当にたまに年に1回2回、くまなくチェックすればもうちょっと出てくるかな。でも本当に探してるとね、たまに出てきます、メルカリとかヤフオクとか中古品で。でも、ちょっと今、なんかどこぞの誰かさんのせいでめちゃくちゃプレミア価格みたいなのがついてですね、なんか8万円とか高い10万円とかつけてるとこあったりとかするんですよね。ちょっとまあそれはどうなんだろうかなって思ったりとかもするんですが、まあ、もしね、気になる方がいらっしゃったらね、中古品ガーッと探してるとね、たまに出てくるので、そういうのをね、ちょっとチェックしてみてもいいんじゃないのかなという感じがしますです。一応このギター自身は1980年代半ばくらいのモデルでございまして、当時定価6万円とかだったんで、おそらくお店さんで5万円半ばぐらいで
変えたギターだったと思うんですよ。で、僕はね、もう20年前ぐらいに、まあ、お店の中古品で3万円で、購入をしまして、で、そこからね、いろいろとこのネックのリペアとかも、ね、たくさんして、ね、一応、まあ、コンディション保ってるんですけれども、まあ、やっぱ本当ね、その頃からずっとこのお気に入りでめちゃくちゃ弾きやすくて、ずっとこの弾き続けてるっていう感じなんですよね。で、今までまあもちろんね、いろんなギター買ったりしたし、動画の中でも紹介しましたけどね、まあ PRS だったりとか、まあバンザントだったりとか、あとサドウスキーとかも使ったりとか、あとビンスト、あのアメリカンビンテージのフェンダー USA とかも使ったりとかした時もあったりしたんですけれども、なんだかんだでやっぱこのギターが一番しっくりくるっていうか、なんか一番弾いて楽しいんですよね。なんかこの良すぎず、悪すぎずと言いますか。で、もちろん弾きやすさとかもね、すごいこのありますし、まあ本当このギターに関して何も、不満がないっていうんですかね、過不足がないっていうんですかね。まあ24フレットがないとかね、あったりとかしますけどね、別にそんな24フレット使わないし、アーミングとかもそんなにしなかったりとかするので、本当もう僕は多分この一生このギターを使い続けるんだろうなっていうぐらいに、すごくこのしっくりきたりとかしてるわけなんですけれども、そんな感じの BL1 という、BL ローレンスというメーカーの、ギターでございました。まあ、もし、中古品で探してみて、見つけられることができたならば、いろいろ試奏してみて、試してみたりとかしていただけたらなというところでございます。はい、そんな感じでしょうか。で、ちょっと思い出話なんですけどもね、このギターよく見るとですね、すごい至るところにですね、この、割れがあるんですよ。見えるかな？こういうところとか。あと、こっち側とかもそうですし。あと、こことか結構ひどいよね。すごいがっつり。がっつりかけている。この辺。あと、ここにもすごいでっかいクラックがあって。で、下の方かな。確かにこの辺に塗装がもう取れちゃってるんですよね。むちゃくちゃ分厚い、ほんと1ミリぐらいありそうな感じのポリ塗装なんですけどね。もうポリ塗装がもうバッコリ取れてしまって、まあこんな様相になってしまっていると。で、他にもそうだな、そのトップから見てみてもですね、ここにそのめちゃくちゃこの筋が入っていたりとか、結構ね、至るところにですね、傷がたくさんあるんですよね。ダコンとか。そうですね。ここはやっぱ一番でかいかな。傷としては。かなりひどいというか、大きいところではありますけども。これなんでこんなことをやってしまったかと言いますと、まあ私がその20年前にその3万円で買った時はですね、普通にこの結構綺麗な状態だったんですよ。割と使用頻度もそんなに高くなくてですね、結構備品で購入したんですけども、私が22歳、23歳ぐらいの時に、ライブ中にこのギター回ししようと。なんかその時、流行ってたんですね。私たちの周りでギターをこうライブ中にこうバーって回すのが流行ってたんですね。それやろうと思って、このビル・ローレンスをね、演奏中にこうね、ファッってこう、肩からファッってこう、えいってこう投げて。で、えいって投げたら、ストラップでこのぐるって回って、ビル・ローレンスがこっから帰ってくるっていう、ファッって投げたらシャッターができる。はいって感じの、イメージやったんですが、失敗して、えいってやったら、そのまま、後ろの方に、このビル・ローレンスが吹っ飛んでいきまして、まあ、とてつもない、ボロボロになってしまったと、いうような感じでございます。まあ、そんな、酷使をしましたけれども、未だにね、元気になってくれるから、本当感謝でございますけれども、そんな感じのギターでございますよ。で、個人的な感想というかね、僕、本当ね、80年代とかのギター、すごく好きで、なんかね、その辺の純国産のギター、まあ、これ一応、ビル・ローレンスってブランドだけどさ、作ってるとか、森平だったりとかするわけなんですよね。その頃のこの純国産のギターってさ、すごいこう低価格で、なんか気合い入れて作ってて、今、純国産で作ろうと思ったら、本当何十万とかなってしまうけどもね、当時、やっぱり日本もすごいギター生産がチャレンジ精神溢れてる過渡期だったんですかね。なんかこういうね、そんなに高くないんだけどね、むちゃくちゃ丁寧に作られてて、すごいこの完成度の高いギターっていうのがね、80年代にすごく多いような気がするんですよ。で、その辺のギター、僕すごく好きで、結構ヤマハとかもね、その年代のギター、80年代とか70年代とかね、ずっと使ったりとかしてるんですけども、本当にね、その頃のその古き良き日本のギターっていう感じがすごくしてですね、むちゃくちゃ好きなんですよね。なんかこのくたびれ具合とかもそうですし、その80年代のジャパンヴィンテージっていうそのスペックもそうですし、まあ本当にいろんなことを含めてですね、もう僕本当もめちゃくちゃ好みなんですよね。見た目とか、この塗装とかもそうですし、うん、このマーブル模様っていうんですかね。うん、珍しいっすもんね。なかなかこんなん見ないというか結構特徴的だし。
そういったことも含めて、見た目も含めて、弾きやすさとか音質とかも含めて、本当むちゃくちゃ僕のドツボって感じなんですよ。だからまあ、一生使い続けるんだろうなって感じがしてますし、まあ本当皆さんもですね、触るきっかけがあったら、どっかでそのタイミングがあったらですね、ぜひ触ってみていただけたらすごく嬉しい限りでございます。めっちゃいいな、このギターっていうふうに思っていただけると思うんで、そんな感じでございましょうか。ただまあ、ちょっとね、中古相場で買おうとすると、なかなかね、いい値段つけたりとかしてるとこもあるからね、なんか10万円出して、買うとなるとどうなんだろうなってちょっと思ったりとかするんだけども、10万円出すんだったらもっと違うギターでいいのあんじゃねえかなっていうふうに思うんですけども、まあそんな感じのギターでございましたよ。はい。もしよければですね、いろいろ探してみていただいたりとか、調べたりとかしていただけたら幸いでございます。はい。そんな感じで、本日はビル・ロレンスの BL-1 というギターの紹介でございました。うん。やっぱり予想通りめちゃくちゃ長く喋っている。そんな時もあります。はい。ではまた違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はははの前にちょっくらお知らせ。私、滝沢勝成、神奈川県は相模原というところでギターレッスンなどさせていただいております。マンツーマンレッスンでございますので、皆様のご要望に 100% お答えした自由奔放なレッスンが特徴です。わーでも、神奈川県もできないよ、相模原もできないよ、そんな方にも安心、スカイプという便利なレッスンが、ツールがございますので、そちらを使用してですね、時間とか場所とかを選ばず、いつでも好きな時にレッスンを受けられるぜ、ワーオみたいな感じになったりとかしておりますので、もし、竹田さんに一回でもちょっとレッスン受けてみようかなって思っていただけましたら、概要欄の方からパッと登録していただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで終わりにしましょう。はい。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。最後まで。また違うところでいたしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね。